単巻きか。おまーちゃんあるま。あるよね。クルメイト。アーカイブ。タオル回収、鬼のタオル回収よ。死亡デッキ。はい、ナイス、ありがとうございます。またサコガ人がいる。はい、ほーい、はい、ほーい、直す、やったぜ、直す。いやありがたいめん。たんわきか。おまーちゃんあるま。戻ろうか。サントさんは一陣脇15秒ぐらい前に武器庫。アシンさん厳しそうだけどな。アルマ、アルマも無理そうかな。展望で停電直してて、展望キッチンは閉まってたんで、まあ、展望には少なくとも来てない。いや、どうだろう。シャワーで最終アルマくんとアシンさんと、まあ、うん、直近5秒ぐらいで合ってる。じゃあ無理、じゃあ無理、まあ、ある無理。アシはうんむずそうかな。高すなミーティング無理。はい、最終金庫のはず。コックピットから出るとき通信数の扉が開いてたから、ワンチャンさんとさそこでダウンロードしてるかも。あ、いや、俺がダウンロードしてる。それ俺がして出かけてはいるね。うん、ハイブリッドでメインから入ってます。そう、アーカイブはキー、あ、ちゃちゃ、ごめん、メインはキー、配線エレキシャワーって感じかな。それで僕すれ違ってるとなると、アシュさんこれ配線してるタイミングでシャワーからアーカイブに抜けてるんですよ。だからハイブリさんと会ってないってことで、俺は上に行ってるから、武器庫があれだったら俺も白が出るかなと思ってる。いいですよ高さん。いや、プテの場合だったら普通にベントがありえるぐらいじゃないっていう、うん、ベントが否定されるんだったらプテは無理って感じ。金庫に入ってってのは俺も見えて。メイヤ君ってエンジン巻き？いや、僕は貨物脇っすね。貨物ラウンジ、アーカイブ、シャワー、アーカイブ、ラウンジ、貨物って動き。まあ全然合わなくても違和感はないであればなんですけど、僕一応エンジンコミ通路間の扉も開いてたから抜けてる可能性もあるけど、おまじさんが通信して切ってるわよ一定数あります。おまじ初手アーカイブからメイン、シャワーメインって来てて、そのまま左行ったもんね。え、あ、初手っていうか一番最初、このターンの最初ってことですよね。うん、そう。え、アーカイブ脇、アーカイブ脇、そう、俺がメイン脇で配線、除染室に配線やって降りたら、おまじがシャワーから来たからアーカイブ脇かなと思ってて、えぐい経路やね。え、じゃあめっちゃ怪しいですよ。だって僕15秒ぐらい前におまおじさんと武器庫エンジンぐらいですれ違ってるからね。なんかマットっぽいけどね。いや、まあでもマットだとしても、いやいや、ただ容疑者ではあるよね。まあそのタスクだけやりに行ったことになるよ。あとエンジンの配線まで何もやってないです。俺エンジンの配線まで何もやってないです。そんなわけないやろ。そんなわけないよ。いや、ほんまやって。そっから通信のダウンロードしてるから。なくるいません。貨物側に、貨物側にタスクないんすか？貨物側にタスクはまあほぼないない。ほぼ。じゃあ、じゃあ待って。オリタスクはエンジンで発電して今湧いた。じゃあマットやん。はい。これいいボタン。ちょっと今からタスク数数えますわ。タスク数、あ、数えとくんで、あ、貨物とかメインにないときにタスク数が合うかだけ数えてみます。アタサコってどこまで行けてんだっけ？メインエンジン通ってエンジンの真ん中ちょい上ぐらい。うん。え、スナパイさんとすれ違ってる？それ。すれ違ってない。ん？スナパイは？え、スナパイさんってミーティングじゃない？
だし、かなり序盤に金庫に入ってる。ああ、スナパイさんミーティング？最初はミーティングだよ。あたさこってダウンロードかなんかやった？コックピットでやってる。コックピットでリングフィットダウンロードやってて、で、はい、通信数だけ空いてたから、それがサントスさんかなと思ったけど、お前さんだっていうから、うん、まあお前さんなんじゃないかなとは思ってるけど。うん、ちょっと、はたさこの経路もお願いして。キッチン分け、武器庫、コックピット、コックピットから出て、エンジンさ終了です。最速で武器庫行ってるよね、藤宮って。はい。で、俺、藤宮が武器庫の上周辺をうろついてるのを見ながら、うん、コックピット脇からのエンジン宿舎って言ってるけど、あ、でも、藤宮は、あの、またそこ見てるんで、コックピットまでの経路は見てます。あ、キッチンでバーガーやってました、多分、プデちゃんとかと。うん、やってた、畑さんは、バーガーは。だったら、じゃあ、普通。まあ、畑そこ自身が容疑者の可能性は高いけどって感じかな。まあでも、まだ、だから扉の状況とか言わなくて、別にすれ違ってなくても不思議じゃないですという結論で、うんうん、一応金庫のショート3つと武器庫上下あれば成立は、まあその代わりメイン全部と貨物ラウンジにタスクがないってことでしょ、まあ、貨物配線はいたって言ってたからそれぐらいか。一応まあ僕最終主任だからあれだけど、高砂が無理で、あたさこは容疑者で、なんか右の方で無理やなみたいな人だとは誰だっけ？ハイブリ足アルバ足、はい、あれメイヤさんはメイヤ君は僕が配線やってるのも見えてたんで、あ、うん、まあ、見てたんやろな、右にいるよねっていう感じ。そうだね、まあ、メイヤさん僕も一応右で見てるから、まあここまで一旦白でいいんじゃん。タカブリ砂足アルメイまで、まあ、アタプジプテか、うん、まあ待ちでいいんじゃないですか。うん、生きる入れば考えるみたいな、チンガイやと思うけどね。あそこがコックピットダウンロードしてんなら。いやでもチンガイでもあんな動きすんのかな。いやクルーの方があんな動きするのかな。まあ、いや道連れ起きないとおかしいと思ったもん。ナイスアーカイブ。じゃん、剣士。あとそこ。誰だ今。お。はい。四秒以内、シャワー左下。シャワー？ 1回シャワーからメインに行って配線をやって戻ったら発見。俺藤宮とシャワーの配線で一緒になってて、多分藤宮は俺が、うん、俺を配線に置いて下ってってるはずだから。でも白は出ない。藤宮で俺は無理だよにはならない。シャワー配線に置いて僕がメイン配線をやって戻って発見なので、メイン配線をやってる間にキルは可能です。砂場にその後どこ行ったんですか？今アーカイブ来てるよ。ある砂はアーカイブに、あのダウンロードからアルマが下の方を、スナパイさんその時にちょうどアーカイブのアーぐらいにいたよ。そう、一応僕畑さこすれ違ってて、メインからエリキ降りる時はしごで交差して僕、セキュリティのアップロード終わったぐらいの時間。あーなるほど。アシューさんさ、俺は見えてる？俺もすれ違ってメインからエリキ降りて今バイタル方面でダウンロードしてんねんけど、多分ね、3-2 みたいな感じで動かへんかった？ 3-2? 誰かがね、エリキの下の方、ね、俺が6から行くときに 3-2 って動いた人がいてんけど。あ、僕は、ね、多分それ俺だと思いますね。あ、メイクか、俺がずっとエリキでガチャガチャタスクやってるんで。あ、じゃあ、その人は届かへんと思う。4秒以内なら。うん、でも4シャワーメインエレキって移動してるハイブリさんの背中はシャワーの奥のカンカンから出てくるときに俺がチラッと見てる。4秒以内だったらね、無理だと思うよ、砂場さん。プテスナがアーカイブにいるなら、うん、プテスナとスレちゃって僕がタオルタスク入れ始めて、もうそれで絶対4秒は経ってると思うから、うん、でハイブリさんも俺のこと見えてるってことは厳しそうだし。え、そうなん？ベントの介入は可能なの？いや知らん、僕だってプテスナ見えてないけど、プテスナが見てるなら。高田さんどこいるんですか？これ貨物、プテ、フジ、アルあたりと全員立って、うん、そう、うん、俺は全員そうだね、タオルタスクやった後上行ってたもんね、ケンジ。キャルマとラウンジ入るときにアルマがラウンジ側からアーカイブ入ってきて、俺貨物の。ちなみにおまおじクルーケアします？するなら富士宮釣りだと思うよ。ああそうね。
してもいいかなっていう気はするが、プティさんってさ、スナパイさんと赤壁にいるんですよね。いや、さっきボタン押してんのあれだよ、ちなみに。いや、いるけれども、いるけれども、え、藤宮の主張って4秒以内ですよ。プティさんして絶対無理でしょ。いや、まあ、これガチで4秒前に切ってる場合があるかなっていう。情報確定させる。俺、藤宮とシャワー配線にいたって藤宮する意味あるかって思っちゃうけど、藤宮釣るんだったら、え、ちょっと待って、アルマはできないの？初手切るがね。藤宮釣ってクルーだったら、まあ一応やっとこう。コミサボ待機。ん？来ない？停電来んのか。はい。おお、アルマは停電中シャワータオルやってました。で、僕はメインエンジンって言ってる。まあ、さっきのキルで考えればいいと思ってて、スナパイスチタン視点ってプテは無理なわけじゃないですか。うん、アーカイブにいたのは藤宮が死んだった場合無理ですよね。そうだね。で、僕視点ハイブリさん無理だし、ハイブリさん視点僕も無理なんです。足湯、うん、さんはどうなんでしょう。僕はいけるんじゃない。僕はハタヤンとメインエレキですれ違って席アップ死人がないって感じだよね。そうそうそう、ハイブリさんって足湯さん、あ、そうか、見てないのか。ね、どこですれ違った足湯さんって。畑迫君 と、うん、メインエレキ間のはしごで同時に上下で、じゃあ多分俺がすれ違ったのが、あ、俺畑迫君とシャワーからメイン入るときぐらい、女性の下ぐらいですれ違ってるから、多分時系列的に足湯さんが畑迫君とすれ違った後にすれ違ってるので、そのあと、なんていうの、もう一回はしご登って追いかけてきたらっていう感じ。じゃあこれ畑迫自体がシャワーで何してたことになるのこれ。タオル拾ってるパターンとか。ああ、そういうことか。まあ、4秒以内だから、うん、奥まで行って戻ってきた時に切られてっていうパターンだよね。うん、そうじゃないとずっと、うん、なんか意味もなくいたことになっちゃうから。わかるね。で、4秒以内だった場合ってプテ視点でスナパイさんできるの？いや、なんかめっちゃあまり接続されたけど、まあ4秒前に切ってるがあるかなっていうぐらいな。本当に結構切り苦しいラインではある。まあ正直俺もね。厳しいよりというか、まあ、やんなさそうかなっていうのが感じです。シャワー配線に置いて俺がメイン行って戻ってたから、まあ、だからまあ基本的にのって高田さんか、藤宮、高田、足湯、うんうん、まあ足湯さんは結構薄めだ、藤高ぐらいかなと思ったんだけど、うんうん、徒歩での侵入は僕が最低からね、アーカイブはね、まあ、俺はベントでのみね、うん、シンプル貨物ベントか。足湯さん結構難しそうなのが、俺すれ違ったと、俺もエリキまで降りてるから、うんうん、そのなんていうの、その経路ごまかして後ろから畑坂君切るやった場合、なんか どっかで俺が見そうなのね、足湯さんを。はいはい、うん、まあするなら高田さんから言ってほしいかな。俺は一応マット否定できてるから。俺なんか直さなかったっけ。初めてできるのか。初手切るで俺は展望で直した。ああ、そうか。まあ藤宮レポートしてるから、するなら高田さんになっちゃうかな、うん、俺でもサントス1キルの時のボタンめっちゃ評価してほしいけどな、あれマジ？スナパイさんと一緒にいて、そうだし、さっき投票した4票切ったらいいな。僕、あ、俺、あ、僕、四人出た。どうだろう。アルマかな。おお。ありがとうございます。ああ、シンプルマットか。畑迫がマットなんだ。お店やりましょう。あれマットか。ごめん。もう一回の。シンプルにマットなんか。本当に。ゴー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 。本当に申し訳ない。じゃあ行きますかね。もう一回さ、もう一回やろう。フルマットだったか。はい、クルメット。あら。展望デッキダウンロード。はい、はい、停電直し。
はい、ナイス、ナイス、仲良しです。え、あ、俺ほら、おお、そう、これは僕らのか絡みを見てて、あ、これキルしたら詰まるなと思ったインポスターが切れないから、藤宮高はどっちかがインポスターです。あ、その理論ね、そっちの理論。俺だったら、俺だったら停電とサキル狙うね。あ、なるほどね。そっちか、なくはないな。俺シンプルじゃサントスで。シンプルに実はサントス、実はサントスさん派ね。そう、俺サントスさんです。その話どうでもいい。ハイブリさんって一旦目どこ分けでしたの？え、一旦目アーカイブ、うん、サントスさんってエレキいたの？いたのよ、いたいた、いたのよ、実はいたんだ。実は行ってちょっと離れた位置にいたから。いや、それ、いや、それどうでもよくて。あ、そうなの？何が？いや、私視点はかなり早くテープ終わらせたのに、後始めのハイブリさんがいなくなってたから。あ、え、うん、タスクで、あ、テープね、うん、テープ、そうそうそう、あ、そういうこと。私の方が先始めて結構早く終わった認識では、ハイブリさんがもう視界にいなかったから1ターン目で消化してたのかなと思って聞いたんですけども。いや、ちょっと待って、消化じゃない、俺視点はサントスさんの方が後から来てるで。多分俺先にテープ回してて、終わったらサントさんがいたっていう。疑われたから濁しましたね。あ、議論そらした。疑われたからそらしたでしょ。シンプルにサントのハイブリさんに。うるそ。おい、なんてやねん、なんてやねん、お前。もう一回やらせてください。ダメです。え、あ、バグって、なんか俺一生ヌー乗りつけちゃってる。やばい、これもう奇跡起きたんだけど。なになに、すごいことになった。いや、もう敗損だからって、おまわりさんの目の前にいたら相打ちしたんだけど。何それ、インポスターシェリフで多分もうお互い切ろうとしてる。あ、フジアールなんだ。アルマなのかよ、しかも。いや、だるい、アルマインポスター、それは。ほら、コニタ待ってた。ほら、コニタ待ってた。俺、マットだよ。ハルさん待ってた。あ、シンプルね。もう一回やらせてください、なんとか。無理だろ。お時間がな。終わりだ。そんな。終わりますかね。お前なんてことだろ。じゃあ終わります。ありがとうございました。